白浜エクスプレス大阪号は大阪府大阪市北区と赤山県西室郡白浜町との間を結ぶ中高高速バスである白浜エクスプレス大阪号全席指定制のため乗車には事前の予約が必要かつて設定されていた便名コードは 450XX ユニバーサルスタジオジャパン大阪駅 JR バスターミナルリンクタウン駅港町、バスターミナルインナミミナベ役場前から、早駅前田辺市役所前から、田辺駅前からつぶり坂田木内ち。トレトレ、市場前から、小河浦白浜三橋、白浜バスセンター湯崎から新湯崎線上口から三段壁、南紀白浜空港エクシブ白浜、アドベンチャーワールド料金は、しばらくは、白浜大阪間が、往復後。 例園、田辺大阪館が4800円で、割安館が人気及び増便を繰り返してきた。2013年7月より、運賃改定があり、白浜大阪館が往復5500円、田辺大阪館が5300円、みなべ、今み大阪館が4900円となった。新聞報道によると、午前中一番の便で大阪に行き、 最終便で戻る日帰りの人が多く、日曜日はほとんど満席の状態である。ゴールデンウィークや夏休み、お盆には増便することもある。春休みや夏休みは、大阪から観光で来る利用者が多いが、その他の時期は、田辺市、闇鍋町からの利用者が多く、7割近くが大阪へ、遊びに出かける人で、若い女性の買い物客の姿も目立つという。 2019年4月の運賃改定で、白浜大阪間が往復5580円、田辺大阪間が5390円、南、今見大阪間が4990円となっている。別の新聞報道によると、当初は観光客の誘致を目的として開設されたが、運行開始後は地元の利用者が多く、2006年度は1年間で12万人が、 利用したとのことである。利用客の要望により、2007年7月20日からは、神戸発着便、2011年2月からは、京都駅発着便も運行されている。これに対し、同区間で特急、黒潮、オーシャンアローなどを運行する JR 西日本は2004年10月から、往復割引ギップの発売を始め、対抗している。ありがとうございます。